コミュニティストア、コミュニティストア、コミュニティストアは、国部グローサーズチェーン株式会社が運営する日本のコンビニエンスストアチェーンである。関東、東海、関西地方を中心に602店舗、2014年末時点を展開していたが、最近では閉店が進んでおり、会社概要によれば2018年12月末時点で521店舗となっている。 ただし2019年8月現在、公式サイトの店舗検索で所在を確認できるのは46店舗で、その大半が東京都内に集中している。店舗検索に掲載されているのは通常のコンビニエンス業態の店舗であり、残りは工場や病院、学校など施設内の売店形式の店舗である。その一方で2011年より京王電鉄、 京成電鉄など鉄道事業者との連携による駅中生鮮コンビニの出店も開始しており新業態の店舗も増えつつあるかつて北海道にも展開していたがすでに撤退同チェーンの前身は国部株式会社現国部グループ本社株式会社が取引先主販店の経営支援を狙って結成したボランタリーチェーンであるそのため主販店から 業態転換した加盟店が多く、それぞれが主販店時代からの固定客を抱えており、同チェーンは他チェーンよりも客の年齢層が高くなっている2004年時点。1999年、平成11年からは一部店舗でデリバリーサービス、新設、触れ合い便を開始したが、これには旧主販店の人脈とご用劇の経験を活かす狙いがあった。 同チェーンでは VC とフランチャイズチェーンの長所だけを組み合わせたとするニューコンビニエンスシステムを標榜している。大手コンビニエンスストアチェーンの多くがといった仕組みをとっているのに対し、コミュニティストアはこれらを採用していない。加盟店は仕入れ代金、ロイヤルティ等だけを本部へ送金すればよく、またロイヤルティは売上やあらりに関係なく定額となっているなど、 VC 的な契約内容が盛り込まれている。一方で、品揃え、情報システムなどのチェーンオペレーションは、FC 制の他チェーンと同様に、本部主導で統一されている。また、多くのコンビニエンスストアチェーンが年中無休、24時間営業を暗黙の常識としている中で、当社は営業時間制を設けている店舗が大多数を占めており、 24時間営業を行っている店舗は少ない。店舗によっては定休日を制定しているところもあり、他社とはその営業形式が大きく異なっているのが特徴である。制服は大手コンビニチェーンがシャツ型の制服を採用しているのに対し、当コンビニは私服にエプロンという店舗が多く、服装に自由度がある。ただし、 駅中店舗は大手コンビニチェーンと同様にシャツ型の制服を採用している比率が多い。エプロン型の制服は路面店に多い傾向がある。1977年昭和52年国部株式会社によりボランタリーチェーン国部グローサーズチェーンアライアンスが結成された。1992年平成4年7月時点では 北海道から九州にかけての広い地域で、国部株式会社が本部となっていたものの、といった定型卸売業者もクグカに加盟し、それぞれ地区本部業務を行っていた。1993年、平成5年2月時点でクグカは、という2種類の店舗を展開し、合わせて970店を有していたが、当時は各店の内外層も統一されておらず、 ポスネットワークも整備されていなかった。1994年、平成6年に、国部株式会社は新会社、国部グローサーズチェーン株式会社を設立し、各地区本部を順次新会社へと統合するとともに、ニューコンビニエンスシステムを標榜しなどを推し進めた。しかし、旧来の加盟店の打ち新システムに移行できない店が脱落したことや、 定形卸売業者のうち最多の加盟店を持っていた、合資会社月の友が1995年、平成7年に脱退し、独立チェーン化した子もあり、1998年、平成10年3月時点での加盟店数は690店に減少。以後も店舗数減少に歯止めがかかっておらず、現在の営業地域は関東、東海、関西地方にほぼ絞られている。 2016年3月、コミュニティストアの新業態、コミストキッチンとして、東京都中央区新川にある、既存のコミュニティストア店舗を改装してオープンした。時間帯別に業態が変わるようになっており、朝の時間帯はカフェ、昼の時間帯は手作り弁当、夜の時間帯はちょいのみをコンセプトとしている。店内には、可動式のイートインスペースと、店内厨房を有する。 2011年には、鉄道事業者との連携による、新業態として、私鉄系スーパーマーケットとの共同出店による、駅中コンビニをはじめ、KO グループのスーパーマーケット、KO ストアと共同で、KO ストエクスプレスウィズコミュニティストアをオープンした。この店舗の特徴としては、生鮮コンビニとして、生鮮食品や厨房で作られた惣菜を販売し、 店内にイートインスペースも設けられている。またプライベートブランドとして、K.O. ストアも加盟する、私鉄系スーパー8社会の V マークバリュープラス商品も取り扱う。2011年11月25日に1号店として、K.O. 線つつじが丘駅に完成した、駅中商業施設、K.O. リトナードつつじが丘2階に、K.O. ストアエクスプレスつつじが丘店として、新規開店。 以後、京王長山駅、若葉台駅と京王相模原線沿線の京王リトナードへも順次、店舗を増やしていく。2017年9月29日に開業した、調布駅の駅ビル、鳥江京王調布に、4店舗目となる、調布店をオープンした。またこれに伴い、向かいの駅売り店、A ラット、調布中央口改札店が、統合閉店。 2017年11月30日には、明大前駅の駅中商業施設、フレンテ明大前1階に5店舗目となる明大前店をオープンした。2018年1月現在、5店舗が存在する。また、京王グループ内の再編により、京王電鉄の駅売り店、K ショップ、A ラットを経営していた京王リテールサービスが、株式会社、 京王ストアに吸収合併されたことに伴い、2016年よりコミュニティストアとの共同出店による店舗リニューアルが行われている。コンビニ形式の駅売り店、京王ストアではミニコンビニと呼んでいるわ、KO リテールサービス時代からの店舗名は、京王リテールサービス時代からの店舗名は、京ショップで、駅ホームや改札脇の小規模な駅売り店、アラットと衣装を合わせた黄色い看板だが、 コミュニティストアとの共同出店によるリニューアル後は、K、ショップウィズコミュニティストアとなり、看板にコミュニティストアのマークが入るほか、内装なども変更されている。駅売り店のミニコンビにも、京王線では、静石桜ヶ丘店、高畑不動店、京王相模原線では、多摩センター店、堀の内店、京王井の頭線では、永福町店、高井戸店、久我山店など、 順次、コミュニティストアとの共同出店による、K ショップ店舗にリニューアルされている。2017年7月26日、京王相模原線橋本駅に8店舗目となる橋本店がリニューアルオープンした。2018年1月19日、京王線府中駅改良工事に伴い、北口改札前、京王府中ショッピングセンター内に9店舗目となる 府中店がオープンした。またこれに伴い、向かいの駅売り店、A ラット府中北口改札店が同年1月31日をもって統合閉店。2018年1月現在、9店舗が存在する。KO グループとの連携に引き続き、2017年9月1日、京成グループのスーパーマーケットリブレ形成と共同で、 京成電鉄高野台駅に、駅中生鮮コンビニ、リブレキッチンウィズコミュニティストア高野台店を、オープンした。京成本線高野台駅の高架柱、耐震補強工事に伴い閉店した、リブレ京成高野台駅前店をリニューアルしたもので、リブレ京成のミニスーパー、リブレキッチン1号店となる。京王ストアエクスプレス同様、店内にイートインスペースを設け、 リブリ形成も加盟する8社会のプライベートブランド商品も取り扱う。MM チェーンはかつて神奈川県を中心にコンビニエンスストア、コンビニマートを展開していたボランタリーチェーン。神奈川県相模原市の食品卸業者、水谷商事株式会社、東京国部株式会社の前身企業の一つが主催していた。加盟店には主販店が多かった。 1983年、昭和58年、MM チェーン共同組合として結成され、最盛期には108店舗を要していたが、加盟店の廃業や大手チェーンへの蔵買いなどで、店舗数は減少に転じた。85店舗となった1996年、平成8年には、体制強化を狙って、本部を改組し、MM チェーン株式会社とした。 35店舗となった1998年、平成10年には、国部グローサーズチェーン株式会社との業務提携に、踏み切り、同年6月より、物流、ポスなどのシステムを、順次、コミュニティストアのシステムに一本化けていった。後に、すべての加盟店が、コミュニティストアへと移籍している。公共料金の支払いや住民票の印刷ができる、コピー機ファックスなどは、 コンビニエンスストアの特徴的なサービスであるが、そのシステムをスーパーマーケットなどに提供して、それらのサービスをスーパーマーケットでも受けることができるよう一部で実施している。また、元も々ともと独自ブランドで営業していた 3EF がローソンとデュアルブランド化による統合とともにローソンのシステムへ移行した際も、移行しなかった残った独自ブランド、グズ事業はローソンではなく、 コミュニティストアのポスシステム扱いとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。